ショップがオープンしてます。お店の名前がこちらです。映ってる？左さん、はい、はい、左さんになります。じゃあもう早速店内一周から行きたいと思います。行ってみよう。はい、店頭にはこんな感じで商品が並んでおります。イエガン、まあ、とりあえずじゃあ全部お見せしますね。見てください、バンブチョあります。安くない？これここがあれ安いと思う。ちょっと他見てへんから何とも言えへんけど多分安いと思 う、 このお値段、うん、かなりリーズナブルなお値段でトレンドのものが。バンブチョ この値段か。そう、バンブチョこの値段。この間さ、なんか1ヶ月前ぐらい300円ぐらいしてたと思う。結構250円とかそんなんやったから、かなりお得なお値段で販売されてます、はい、で、これです。違うな、こっちや、こっちや、コピコ。これがさ、今もらった今実は食べてるんですけど、あのもらったんですけど、こうやってポチって出すね。なんかお薬のカプセルみたいに。いや、そんなタイプもあんねやと思って。逆にそれが有名なんじゃんかもしれんな、こっちが。ほら、ほら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 、ほんまや。そう、こうやってプチって出すのよ。プチって出すタイプのコピコのキャンデーです。あとはもうおなじみのアーモンド。アーモンドと、これ絶対美味しいやつ。ほら、やめられない止まらない。これ名前あんねや。やめられない言ってない。あ、やめられない、勝手に付け出してるけどやめられない味、顔面って言うねんて。これも美味しい、あのムキュッとなるタイプです。はい、そして中いきます。いや、見て、かわいい、スセミ。これ見て、豚ちゃん、キツネちゃん、ニコニコちゃんもあります。これね、1個300円、たわし。こんなん可愛くて使えへんけど可愛いな、うん、ドーナツとかもあります。グミ、グミが1個30円なので、はい、1個30円なので、まあ、自分の欲しい味だけを好きなだけ買えるということで。なんかいっぱいいろんな味あんねんけど、下からいく？桃、桃と、これすごくない？オミジャ。オミジャって何？ザクロ？なんか韓国のめっちゃ有名な赤い飲み物、体にめっちゃいいやつ。ちょっと酸っぱいの、酸味がある、うん、で、オレンジで、これはバナナ。バナナで、マスカット。これ何やろ、これがちょっと分からへんけど、その隣はね、ヨーグルトで、形もこれは見て、ヨーグルトの形してます。じゃーん。そしてその奥、青リンゴっぽいね。シャインマスカット。シャインマスカット、はい。で、いちご、ライチ、ライチ、生姜やってるの、珍しい。生姜とマンゴーです。はい、1個30円です。冷蔵庫内行きまーす。やばみたいな感じで、うん、これちょっとテンション上がる。タムス安いな、めっちゃ。え、これ絶対美味しいやん。タムスゼロ、うん、パイナップル美味しいな。とオレンジ、うん、そして、え、見て、やばくない？ビヨット300円、安いで、うん、安いと思う。ビヨットマイピックとか、すごい、バスキンのドリンクとかもあります。すごー。で、タルギウユ、バナナウユは売り切れだ。売り切れてます。で、ポロロとか。私この水好き、韓国行ったらこれ飲もうなんかこれ買ってしまう。パクソジュンが CM してんのよ。あ、そう、あ、そう、あ、そう、そうです。はい、来た。はい、チルソン、チルソンとミルキス、プルピスとか、いろいろ美味しい飲み物。うわ、ココバもある。本当やな、ココバもあるで。ヨーグルト味、美味しいね、これがまた。飲んでみてほしい。そしてここがお餅とか、スンデとか、チョッパー、いろいろ、エゴマの葉とか、産地もあります。ソジュで、マンドゥ、冷凍食品ね。一口マンドゥとかにしてた？知らんかった。大きいのしか知らんかった、うん、ワンマンドゥ大きいもんね。ワンマンドゥ大きい、食べても食べても減らへん、うん、じゃあ、この反対側、
お菓子。お菓子。お菓子いっぱいだ。これね、しんちゃんチョコカップ。こっちやな。ちっちゃい方。ちっちゃい方、しんちゃんチョコパカップ。こんなんです。大きいのもあります。結構これだいぶ食べ応えあるよ。ヤンヤンちゃうこれ。ヤムヤムチョコカップ。ヤムヤムとか。茶油しが。これ美味しいよ。ミニチョコバ。ミニチョコバ。日本でいうあれよ。スニッカーズみたいな。そんな感じ。これは？コミボール。コミボール。これあれや。ソーダボール。きっと酸っぱい感じやな。前歯のやつや。前歯っぽいです。この感じ。で、ピザタイム。ピザスナック。で、ポケモングミ。グミとか。これ美味しいよね。ココスナック。結構スパイシーやね。思い出ある。これ間違いない。美味しいです。チキンポ。あ、見て、昨日ライブで食べたやつ。チャパゲティの一口ベビースターラーメンみたいな。あれ、この味何？この味。これ初めて見た。バーベキューやって。あ、絶対これの方がいい。バーベキュー食べたい。でもトッポギ味もある。あ、ほんまや。種類全部で4種類で、これ辛いよ。辛いのと4種類あります。すごいよ。いっぱい写すとこんで。本当やな。ここもざーっと。はい。お願いします。これなんかバラ。ミニアッカーいいやん。6個で1つお試しサイズ。ちょっと食べてみたいという人にはいいんじゃない？硬いかこれすごい。これすごいな。絶対美味しい。欲しい。バタイカ食べたい。ここはこんな感じでメジャーなお菓子たちがいっぱいあります。コブクチップもいます。これも美味しかったな。辛い味。あ、辛い味美味しかった。なかなか良かった。これサンチップあるやん。サンチップも間違いに。のがりチップ。はい、のがりチップもちゃんとあります。おいしいお菓子いっぱいある。これもおいしいです。これシンプルにおいしいね。素朴な味で。この辺もなんかお土産コーナーで見るやつやな。見ますね。テンション上がるな。このコグマ缶、カムチャ缶、コッケラ、美味しいのいっぱいあります。セウ缶、この缶シリーズも揃ってます。ラーメン行きましょう。見て、これ見たな。え、これ何？なんか麺やねん、これ。あ、どっかで見た。プサンかどっかの見た。あの花ロマートで見てん、これ。なんなんこれって言って。そうめんやろ。そうめんみたいな。そうみょんって書いてある。売って、初めて見た。ツルハシで売ってんの、ね、へえ、すごい。安定のサリメ。サリメ。チャチャン。これもこれも美味しい。すごい、見て、チャチャン麺の種類いっぱい。私の推しです。チャパゲッティ。はい。下は国内も辛いね。辛いラーメン。そうっております。カップラーメンもあるし、こっちのなんか見て、ちょっとおしゃんな麺もある。じゃあラーメンのように？あ、この説明めっちゃありがたい。麺とスープ一緒に入ってんねんて。1個が1人前って。いいやん。アサリが売れてる。アサリ人気です。アサリ一番人気で、アサリ美味しそう。ないと食べたいな。それな。面白い。いいな。一つで1人前って分かりやすい、うん、でスープと麺ってめっちゃラッキー。ありがたい。これからは冷麺です。
例年のシーズンです。あと一番下はパウチ、パウチ系のこれも結構量あるもんな。うん、一人やとちょっと多いと思う。家でちょっとおかずとかなんかもう一品欲しい時にこれドーンって出したら余裕のよっちゃう。美味しいしな。美味しいよ。これとご飯あったらもう食べられるしな。もうこのパッケージが美味しそうやな、うん、でカルビタン、うん、美味しそう。食べて。あ、チャドル、チャドルがあります。はい、全然違って言うてたことね。あるあるある。この辺は見て、パンピー体に良さそうなやつ。良さそうなやつ、はい、見たことないな。うん、これ初めて見た。他お試しサイズのお茶とかコーヒーがあります。ここにもあるよ。あ、こっち。え、なにこれ、すごい。蜂蜜。すごいな。あとはカプセル、これ使いやすいよな、カプセルタイプの。ゆず茶、ゆず茶、好き好き。缶詰です。はい、缶詰もいろいろだけどやっぱスプーンがいいな。はい、旦那さん好きコーナー。スパンも美味しいな。スパンも美味しいな。ペンギンサンマ缶、サンマ缶、はい、そして海苔、海苔、海苔、サラッと、サラッとで見て、数十じゃん、はい、結構こうレトロな感じで可愛くない？デッサン、チャミスル、チャミスルも欲しいな。コレクター絶対欲しい。こういうの好きな人はね、すごいこれは刺さる。これ何？これ何かがわからない。食用、分からん。食用の。あ、これが。水飴やなとか、はい、梅エキス、まあ、梅エキスね、なんか探してる人いたな。水と混ぜる数やって、だから原液のままいったらやべえで。そう、うん、見て、だしだ、だしだです。お世話になってます。買いだしだ、だしだ先生、お世話になってます。あとはもう調味料、調味料があります。お砂糖、ニューシュガー、これかわいい。ニューシュガーね、うん、この帽子かぶった、うん、そう、男の子のとこ。こパッケージがいいよね、うん、いいね。これ赤すりとか手袋とか、あ、見て、サウナの座布団。サウナ座布団、これ、そばくさんいるんじゃないですか。なんてあるかとかです。あとはもう赤すり、赤すりのシャワージェルやって。うーん、それ用のがあんねや。あのボディスクラブね、ございます。はい、ということで木だりさんの店内一周でした。いかがだったでしょうか。そのほんまに小分けにしてちょっとお試ししてみようかなって思える商品もあれば、なんかもううわ、韓国でこれ見たやつテンション上がる、あんまりこの鶴橋とか大阪コリアタウンで見ない商品も置いてあるので、やだ穴場って感じです。なんかお店の方にお伺いしたら、その2週間ごとにも韓国と日本行ったり来たりで、その商品を韓国から輸入されているので、持ってこられているので、やばい、テンション上がるわこれは。だからそのお値段もリーズナブルです。はい、この辺とかマジ買い。これはね、うん、安いと思う。そう、塩パン、はい、ということで、大阪鶴橋、大阪コリアタウンお越しの際はぜひ木だりさん寄ってみてください。
本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。で、民族村さんが見えたら右こっち当てんな、右やな、はい、で、もうあとずっとまっすぐで着きます。1本曲がるだけだな。